2%のインフレ目標の持続的、安定的な実現が見通せる状況になれば、マイナス金利を含むさまざまな大規模緩和策の継続の是非を検討する、先行きマイナス金利の解除を実施したといたしましても、緩和的な金融環境が当面続く可能性は高いというふうに考えております市場関係者の間では、 春闘で大幅な賃金の上昇が確認されれば、3月以降の金融政策決定会合でマイナス金利が解除される可能性が高いとの見方が広がっています。上田総裁は、マイナス金利が解除されたとしても、現在の経済や物価の動きを前提とすると、すぐに引き締め的な金融政策には転換されないとして、 しばらくは緩和的な金融政策が続く可能性が高いとの認識を示しました。